さあ皆さん、今日はですね、センター英語、皆さん物語文やってみたいと思います。でもちろんその物語文ですね、入る前に、皆さんこれでございます。正解のヒント、根拠の決め手となる内容は文章の後半に存在しているんですよ。そういうことを皆さん、文末焦点、エンドフォーカスと呼んでいるんですが、このお話をですね、初めて聞くという方も実際いらっしゃるかと思いますので、皆さんちょっとだけですね、説明させてくださいね。で、皆さん B 動詞の右側、例えば、This is a pen であれば、まあ、このあたりがですね、正解の根拠となっております。もしくは一般動詞の右側、このあたりですね、ボートの右側。そして助動詞の右側、これですね、swim。さらに前置詞の右側、例えばこのあたりですかね。そして、否定語から右側ですかね。まあ、こういう文章で言うと、そのネバーのあたりからというところです。こういうふうにですね、根拠となる箇所というのは実は、わかるんですね。で、これを皆さん、実際に実演しながら共有させていただけますとよろしいかと思います。では、お願いします。さあ皆さん、物語文ですが、今ご覧になっていただいているこのあたりですね、これ実は第二段落の一番初っ端なんですけども、この上にですね、第一段落ありまして、で、そこに書かれている、まあ、物語内容なんですけども、少年がですね、まあ、男の子、まあ、高校生だと思うんですが、朝起きたら、自分が猫になっていると気づくというところが第一段落に一応ございますので、その次からというふうな感じで聞いていただけるとよろしいかと思います。で、It was certainly my bedroom that I was in ということで、私が中にいたのは確かに私のベッドルームでした。It was certainly my bed that I was sitting on ということで、私が座っていたのも、確かに私のベッドでした。で、Everything was as usual、まあ、全てがですね、いつも通り、いつものようにいつも通りだったんですが、Except that、まあ、うにゃうにゃを除いてということですね。で、それが I seem to have changed into a different creature ですね。違った生き物に変わってしまったように私は思いましたということです。で、I was so surprised that I couldn't move ということで私はもう驚いてですね、動けませんでしたということでいいかと思います。で、この後、こういう感じで皆さん段落、第2段落がですね、こう続くわけです。で、まあ、仮に今ここまで読んだと仮定して、皆さん問いの1番でございます。When you realize that,He had turned into a cat. まあ、猫に変わっているというふうに気づいたときに、彼は最初に何を感じましたということです。で、選択肢1、2、3、4。皆さんご覧になっていただいていけそうですよね。皆さん根拠は、ここでいいと思います。もう私はびっくりしたんですね。ですから、選択肢1、2、3、4で言うと、これですよね。皆さん、アストニッシュと、驚いたというところで、皆さん、このつながりで1番が正解ということでいいかと思います。で、皆さん、答えはこういう感じで出るんですが、いつも通り根拠、となったところ、皆さんよく見ていただけますと、やっぱり皆さん、わず B 動詞の右側ですよね。B 動詞の右側が根拠になっているよというところ、皆さん、確認していただけるといいかと思います。では、その次、問いの2番に行きます。サメさん、先ほどの続きでございます。先ほど文章がまだ続いておりましてですね、どういう内容かというとですね、今、この辺りで到着するまでに、先ほど皆さん起きたところのタイミングでございました。で、2階で寝てるんですね。で、その後、1階のダイニングルームですかね、お食事するところに、まあ、降りてきましてですね。で、なんとびっくりしたことにですね、猫になった私が1階に降りるとですね、まさに高校生の私がですね、なんかダイニングルームのその椅子に座ってるんですね。で、まあ、猫になった自分がなんか自分を見てるという様子でございます。で、どんな感じかっていうと、I was so focused on the text message and the games ということで、まあ、携帯電話触ってるんですね。で、集中しておりますので、I took little interest、まあ、ほとんど興味を持っていませんでした。それは in what was happening around me ということで、私の周りに何が起こってるのか。これ、ご飯食べてる様子なんですけども、ご飯もなんかあんまり何も考えずになんか食べてる様子でございます。で、in fact, my face had
ードノーエクスプレッションオンリータトールということで、顔には全く表情がないんですね。なんか無心で、携帯電話触ってて、という感じでございます。で、お母さんがですね、ユージ、You never study these days ということで、最近勉強してないんじゃないと。I'm ready for your final exam ということで、定期テストですかね。期末考査の準備できたの。で、You are making me a little bit worried ということで、もうちょっと心配させて、させちゃってるんじゃないみたいな。ってところで、セットマン、まあお母さん言うわけですね。それに対して、とセットアイ、高校生の私は言うんですね。で、I sign novel frustration briefly appeared on my face ということで、まあ、苛立ちですよね。欲求不満のそのサインが、まあ、私の顔に、まあ、現れました。そして、この後、ミサ、こういう感じで、段落が一段落いたしますということです。で、その後、ミサ、問いの2番ですが、フェン・ユージ、ズ・マザー、スポークトゥ・ミ、スポークトゥ・ヒムですかね。彼に喋りかけたときに、ヒワザ・アノイド・ビコーズ、点々ということです。で、ミサ、選択肢。1、2、3、4。いけそうですかね。まあ、選択肢1番、He wanted to please her ということで、喜ばせたかった。皆さん、このあたりですよね。お母さんに喋りかけられた、とか言っといて、で、皆さん、フラストレーションというお話でいいかと思います。イライラ。ですから、喜ばせてるわけではなさそうです。で、選択肢2番はちょっと置いといていただいて、3番、フルオブフードということで、これはもう、全く一切書かれておりませんと。で、選択肢4番、インタラプトはなんか良さげな感じがするんですが、勉強してるわけではないですからね。ですから、選択肢4番も違うということです。となってくると、皆さん選択肢2番ですよね。How words disturbed him ということで、これですね。彼女の言葉、お母さんの言葉が彼をディスターブ、まあ、邪魔したということですね。まあ、邪魔したからこそ、フラストレーションも欲求不満ということで、選択肢2番が正解ということでいいかと思います。ですから、やはり、根拠としたところを皆さん見ていただけます。もうこれですね。フラストレーションの左側に前置詞ついてますからね。前置詞の右側。それがヒントになってますよということです。ですので、皆さんこれで一応問いの2番はバッチリでいいんですが、この後皆さん問いの3番、4番とですね、続いていくんですけども、結局やってることは全く同じでございます。とにかく、今これ2017年の物語文ですが、この問題を持ってるよという方は、この後、まあ、自分で解いた後にですね、答え合わせしてもいいんですけども、答え合わせして根拠をやっぱり確認すると、こういう感じで前置詞の右側とか、助動詞の右側とか、情報構造が絡んでるはずです。それをやっぱり確認していただきたいのと、もしこの2017年の物語も持っていないんであれば、それはそれで OK でしてですね、皆さんが、まあ、今日もしくは明日以降ですかね、長文やるときにちゃんと答えを確認する前に、根拠を確認するということですね。まあ、もしくは答え合わせしてから、根拠を確認するんであれば、ちゃんと確認したところにこういう前置詞の右側だったり、助動詞の右側だったり、そのあたりがしっかり自分が根拠だと考えられているかどうかですよね。それを確認することが皆さんの実力アップですかね、勉強になるかと思いますので、そのあたりをちょっと頑張っていただけるといいかと思います。いけますかね。では